はい、発表項目、5つございます。そのうち大半は、浜名湖花博関係のものでございますが、まず第一に、浜名湖花博2014花と緑の祭典ということに関しまして、2004年平成16年に開催された浜名湖花博の10周年記念事業と第31回全国都市緑化静岡フェアを同時開催する浜名湖花博2014花と緑の祭典が3月21日に開幕いたします。今回会場となる浜名湖フラワーパークと浜名湖ガーデンパークにおきまして、それぞれ会場式典や内覧会を実施いたします。まずフラワーパーク会場では3月21日の10時から約200名をお招き申し上げまして開会式を行います。式典では開会宣言、アトラクションなどが行われる予定です。フラワーパークでは1300本にもなる桜の木と50万球のチューリップが咲き誇る庭園が開幕時最大の見どころとなるでしょう。浜名湖ガーデンパークの方は4月5日の9時から会場セレモニーとしてテープカット、バルーンリリースなどを行います。ガーデンパークではマーガレットやパンジーなど2000品種100万株の花々が来場者をお迎えするほか、世界的ランドスケープアーティストである石原和樹さんが制作された50坪の桃源郷と題した庭園もご披露されることになります。各会場の 会場式典前日の内覧会では報道関係者向けの見どころ紹介も行いますので、ぜひご参加の上、両会場の魅力をご堪能いただきたいと存じます。それに関連いたしまして、2つ目でございますが、浜名湖花博、この2014に対しまして県内高校生が作品を出展してくれることになりました。浜名湖花博2014は静岡農業高校、岩田農業高校、田形農業高校、その他農業関係の科目を有する高校計11の県内農業関係高校が浜名湖ガーデンパーク会場内のにぎわいの庭のコーナーに花博の期間中共同作品を出展してくれます。にぎわいの庭のコーナーでは既存の赤いバラの垣根やバーガラを背にした高さ4メートルの孟宗竹のオブジェを置いて、周囲は 春先では珍しいミニヒマワリやスイートアリスサムなど期間を通じて4種8400株の草花が植えられます。使用する草花やオブジェは昨年の秋から高校の生徒さんたちが栽培作成したものです。夏に咲く花を春に咲かせる、来場者に自分たちが学んだ栽培技術と農業にかける思いを披露したいということでございます。また花博の期間中、前期と後期の花の入れ替えを行うために季節に応じた花を楽しむことができます。具体的に申し上げますと、5月までの前期は岩田農業富岳館、静岡農業藤枝北高校が担当をいたしまして、5月からの後期は東東海総合、小笠、田形農業、稲佐、浜松大平台高校が草花の植え替えを行いまして担当することといたします。また竹のオブジェに関しましては静岡農業、下田高校、南伊豆分校、天竜林業高校、4月からはこの名前は天竜高校になりますが、これらが制作をいたします。庭のテーマは勢いと自立でございまして、農村地区のオブジェで勢いと自立を、ひまわりを中心とした草むらでは輝きや伸び上がるエネルギーを示して大地に根を張り、将来に向けて輝きを持って自立していく農業高校生の姿を表現するものであります。このように高校生が花に関する公式のイベントに参加し、自ら育てた草花などの作品を多くの皆様方に鑑賞し評価していただくことで、園芸のやりがいを実感していただいて職業感が醸成されるというように期待しております。またご覧になった方々にとりましては実学についてご理解をいただける、深めていただける良い機会になると考えております。ぜひ皆様方も浜名湖花博会場に足を運んでいただけましたらば、これらの高校生の出展作品のコーナーも訪れていただきたいというふうに強く希望するものであります。3つ目は芸術に関するものでありまして、
じゃん。じゃん。車窓より春けく望む奥浜名湖、東米の橋さやかに浮かぶ天皇陛下の御声です。我ら若く子らの幼く浜名湖の水辺に蛍おいし思うゆ、皇后陛下のお歌でございますが、遠江八景、非常に綺麗な、これまだ、今印刷する直前なんですけれども、各八景の一つ一つに和歌とか漢詩とか俳句お配しまして、もう実に見事な遠江八景の冊子が出来上がりました。最後は鴨の真淵、遠江が生んだ国学者の、真淵の業績も紹介をしているところであります。浜名湖周辺の歴史的文学的美術的背景を持つ景観を集めて、浜名湖花博2014の開幕に合わせて広く周知を図り、浜名湖の魅力を発信していくため遠江八景を選定いたしました。浜名湖は四季折々に姿を変える水辺の風景に恵まれており、また湖岸には多くの古い社だとか名刹がございます。文人墨客がその景観を詩歌や俳句に合わすなど大きな文化的価値を持っております。遠江八景の選定にあたりましては、静岡文化芸術大学の有馬明人先生を委員長として、県立美術館館長の羽賀徹先生、また文化芸術大学の熊倉勲先生など8名からなる選定委員会を組織して選定を行っていただきました。さすがにこのような方々の選定になるもので極めてレベルの高いものになっております。遠江八景の冊子は3月21日に開幕する浜名湖花博2014に合わせてお披露目を申し上げます。なお当日は近江八景のある滋賀県から西島副知事さんが花博の開会式典にご出席くださるという連絡が入りました。金知事は自分から来たいとおっしゃったんですが、どうしてもこの日は都合がつかないということで副知事さんを、に来ていただくことになったということでございます。今回選定された遠江八景を通じまして浜名湖の魅力を再認識していただき、誇りに思っていただき、また後世に伝える意識を醸成することによって、地元の方々はもちろん多くの方々とともに世界文化遺産への浜名湖の登録を目指してその第一歩を踏み出したと考えております。遠江八景というのは宋の時代に中国の湖南省にある洞庭湖周辺の素晴らしい景観を少々八景として、選定されたものでありますが、それが日本に伝わりまして、近江八景、金沢八景、広田八景、とうとう日本各地にその見立ての八景がございますが、なんと遠江八景というのがないことに気づきまして、これは本当に迂闊であったということで、近江八景など、この比較文化、比較文学の最高権威の一人である羽賀徹先生のに頼みまして、で結果的には今申しましたような有馬先生が院長になって、選んでいただいたと、こういうわけで、大変いいものができたということで喜んでおります。4つ目のニュースもグッドニュースでありまして、浜名湖サービスエリアを活用した遊覧船事業についてであります。本当にこれいいですね。みかん山の上の上なる山もみかん、狩り下ろす当たりやつきの肩明かり、大空の中より変える白岡な、素晴らしいですね。本当に素晴らしいものができました。さて、遊覧船事業についてですけれども、浜名湖サービスエリアを活用した遊覧船事業が3月21日から開幕する浜名湖花博2014に合わせまして、民間事業者が主体となり営業運転を開始いたします。この事業は花博以降も継続されるもので、浜名湖の魅力を増大させ観光交流の拡大による地域振興に資するとともに、懸念される大規模災害時の減災にも寄与するものと期待しています。運行は3月21日から主に土曜日、日曜日および祝日に行い、
失礼しました。使用する船は社会実験で使用したものと同じ定員12名以下の船とする予定でございます。県内外から訪れる多くの方々に遊覧船に乗って世界に誇れる浜名湖の素晴らしい魅力を、湖の上湖上から体感していただければと存じます。5つ目の発表項目でございますけれども、本日、静岡県学校給食会に関しまして、静岡県広域認定等審議会から私宛に勧告が出されました。これはこの広域認定等審議会が主体的に静岡県学校給食会を調査した上で勧告をなさったものであります。これは極めて画期的なことでありまして、と言いますのも、各都道府県の公益認定等審議会の中で公益法人認定法に基づく勧告を出したのはこれが初めてだからです。全国初です。で、勧告の内容につきましては注目すべき点が2つございました。1つは学校給食会が公益法人として存在意義があるかどうかという、この存在意義を問うということでございます。法人の基本姿勢として、自ら積極的に情報を発信し県民に説明責任を果たせというように、述べております。学校給食会の基本姿勢にあえて言及したというのは極めて重要なことだと存じます。2つ目に、学校給食会が自ら食品衛生に関する取り組みを実行できる組織体制を持っていないので、それを法人内部に構築せよと。で、この措置を取るように知事である私から学校給食会に指導するように求めていることであります。法人の組織体制の在り方について指摘するということは誠に内容的に厳しいと言わねばなりません。今回の食中毒事故は直接の原因はパン製造工場における手洗いの不足ということではございますが、学校給食会は安定的に安全な給食を供給するという重要な役割を担っておりますので、パン製造を委託する工場に対する監督義務が当然あると思っています。この義務がどのように果たされているのか、そして学校給食会が公益財団法人としてその公益性をどのように保持なさっているのか、私は大変な関心を持って目を持っていたところでございます。今回審議会はその点につきまして、十分調査をなさった上で結論を出したわけですけれども、なんと学校給食会の役職員の中に食品衛生に関する専門家が存在しないということが判明いたしました。審議会が引用ですけれども、学校給食会が自ら食品衛生に関する取り組みを実行できる組織体制を法人内部に構築することなどを必要な措置として指摘したのは、学校給食会のあるべき姿を考えれば、しかるべき当然の勧告であると存じます。まさに存在意義が問われているということでございます。今後この勧告を受けて学校給食会に対する、指導を行うこととなりますけれども、学校給食会自体は教育委員会が所管する法人です。今回の指導の具体的には教育委員会がなさることになります。審議会の勧告に従って学校給食会を指導するよう私から教育長に指示するとともに、教育委員会の指導内容などもしっかりと見守っていきたいと考えております。以上であります。それでは幹事の大輔です。よろしくお願いいたします。まず今の発表項目について各社さん質問終わりでしょうか。中日新聞の河野と申します。よろしくお願いします。浜名湖の船の関係でお聞きしたいのですけれども、3日目青年の家や川下りの事故もありましたように、万一事故が起きた場合の責任の所在はどちらにあるとお考えかということと、県としてどのような立場で関わられるかということをお聞きします。これは県、中日本、それから、国ですね、こうしたものが3社、民間と共同して、この実験を、したわけでございます。
で、そしてこれから細かなことを運営に対しては決めていかなくちゃならないと存じますけれども、ともかく実験が大成功に終わったと、実験期間1500人以上の方々がご利用なさったというふうに思っております。で、今回その実験が成功したというそういう決定を国の方からいただいたということですね。で、今後どのようにこう運営していくか、とりあえず天候を見ながら土日祝日と、いうところで運営していこうということにはなっておりますので、しかし我々は今ご指摘のようなその浜名湖における西田茜ちゃんの死亡事故と、そしてまた天竜川下りもございましたので、この点をですね、もう重々に、認識した上で、これの運行をするということでございます。目下は社会実験が成功した、これを、継続して実施してもらって結構ですと、いう、ところのご報告というところでございまして、最終的にこの運営体制などについて、わずかな期間ではありますけれども、これから、2週間余りの間にですね、きっちりを決めてまいりたいというふうに思っています。実態に即してやっていくことになるというふうに思います。SS それ自体は中日本ですし、船は民間ですし、それぞれ関与する団体がございますので、このあたりそれぞれもしっかりと安全ということを第一に置きまして、運営体制を確立して、開幕日を、オープニングの日のこの運行に努めたいと思います。静岡新聞の上原です、今学校給食会の関係で、知事給食会の存在意義が問われているというふうにおっしゃいましたけれども、知事はこの存在意義についてどのようにお考えかお聞かせいただけますでしょうか。学校給食会というのは昭和22年に乱象があるといいますか始まっているんですね。その頃は食料不足の時代です。戦後間もなくでしたから、ですから子どもたちに、主食を中心に、しっかりと給食を保障するというところから始まっているわけですね。それが今日に至りまして、主食パンとかお米だとか、そうしたものを学校給食会がちょっと中間になって、それを買い付けて、それを加工業者食品にするところに卸していくという、ことになっているわけですね。で、そして学校給食会それ自体は専任の方がお一人で、あとは非常勤になっています。ですからどうも形骸化しているなという印象は持っていました。で、今回、このノロウイルスの食中毒事故がございまして、改めてその実態についてこの審議会の方がご調査いただいたということですね。そうすると案の定というか、やはりですね、食品を子どもたちに供給する食品を安全に確実に供給するというその一番の基本的なところがですね、なんとそういう組織体制になってないということが分かったので、これは本当に必要な組織かどうかということが問われてるんじゃないですかね。存在意義が問われたというのはそのことだと思います。ですから情報を開示しなさいというふうに勧告されているわけです。はっきり言いまして、学校の先生方の天下り先になっていると。で、要するに中間利益を取っていらっしゃるわけでしょう。で、その額はですね、全体60億近くなってるんですよ。この全体を動かしている額がですね、ですから大変なものであります。で、そのうちどれだけが給食費なのか、どれだけが学校給食会の人件費なのかということも問われなくちゃならないんじゃないでしょうか。給食費払いますね。その給食費はこの、学校給食会に行って、そして買い付けで使われるわけですね。で、そしてまた今度卸していくわけです。で、卸してこう上がってきたものを今度学校にこうお届けするわけですが、その間に入って調整をされるということで、その時に当然こうなんですが、手数料というか仲介料というか
そのコーディネート料というのが上積みされていると存じます。でこうしたものがほとんど人件費に変えている変わっているというふうに認識しておりまして、そうなるともしそれが必要でなく実際は学校給食会なしに直接、その食品業者の方から学校に給食をお届けしているというところもありますのでね。でそうすると、まあ、その分給食費が少なくて済みますから、まあ、ですから、まあ、今回徹底的にですねこの実態を洗わねばならないという事態に至ったという認識です。でさらに今度はこの実態をその洗い出すというそういう段取りになるんじゃないかと思っています。他にいかがでしょうか。ではよろしければ代表質問の方に移らせてもらいます。幹事社質問の方に移りますけれども、今回2点挙げさせていただきました。1点目はですね、原子力規制委員会による中部電力浜岡原発4号機の新規制基準適合性検査が審査が始まりました。でこの委員からはですね、巨大地震の発生確率が他よりも高い中でそれをどこまでデータで確かめられているかなどの、まあ、疑問も提示されていますけれども、この審査の、まあ、内容についてですね、知事としてはどのような点に注目をされているか伺います。そして2点目としまして、県議会2月定例会の代表質問の中で、安倍県教育長が、県教育委員会事務局に勤務するすべての教員を学校現場に戻すことができるのかという質問を受けた際に、学校を指導するには学校現場を知る教員が必要というふうに答弁をされました。これは知事のお考えとは違うようですけれども、そのあたりのご所感をお聞かせください。以上2点お願いします。まず、原子力規制委員会、が中部電力浜岡原子力発電所、この4号機の新規制基準適合性審査を始めたわけですが、まあ、それについてのご質問ですが、まあ、今回25項目の、まあ、質問を挙げられましたね。まあ、大きくは3つに分けられていて、1つは地盤に関わること、2つ目は津波に関わること、3つ目はプラントに関わることで、まあ、地盤に関わることが6つ、それから津波に関わることが3つ、プラントに関わることが、まあ、残りを占めているわけですけれども、どれほどの地震が来るかということのこの基準地震、どうというんでしょうか、基準値ですね。これは中部電力がお決めになるわけですね。でそして5号機に対しては低速度層があるからというんで2000がある、4号機に対しては1200があるということであるわけです。まあ、こうしたことの、妥当性に関わるこのデータが妥当であると、いうことを詳細なデータで示さなくちゃいけないと、まあ、いうことでですね、まあ、これは当然のことかなと、まあ、なんといっても南海トラフの巨大地震というものを想定にし、かつ南海トラフの巨大地震の、まあ、いわば震源域、にあるわけでございますので、まあ、このあたりのところは当然、規制委員会として最も関心のあるところかなというふうに思いますね。で、それをこう、南海トラフのこう巨大地震の原因になる地質について、その一応活断層がないというのが中部電力会社のご説明ですけど、その根拠はということも問われているわけで、このあたりですね、徹底的にデータが洗い出されるということになるということで、私どももまあ、H 断層といいましたか、まあ、こうしたものについて聞きはしてましたけれども、今後、こうしたデータが明るみになってくると、いうことを楽しみにしております。まあ、津波につきましてはこの、21.5 メートルというのが想定されたわけですが、まあ、それに 0.5 メートル上積みされて22メートルの、防波壁を作られておりまして、まあ、これはそれなりに実験をした上での、工事でございますので、まあ、立派なものだというふうには思っている次第です。まあ、一方シビアアクシデントといわれる過酷事故、いわゆるメルトダウンも入れたですね、その時に果たして、放出するかもしれない放射能、こうしたものをどのように、あれ爆発しないようにですね、ベントをしなくちゃいかんと、その時に放射能が合わせて空中に出ると大変な被害になりますから、フィルターをつけろということになってますが、そうしたものできっちりとそのシビアアクシデントに耐えられるかどうかと、まあ、いったようなことにつきまして、まあ、25に分けて質問されていると
ということで、まあ、これらのデータがしっかりとこれから中部電力の方からご説明になるということだと思います。またそのデータをこれからチェックするということだと思いますが、我々の方としましても防災原子力安全会議というのがあります。で、津波の権威である今村先生、がいらっしゃいますし、またプラントの権威である山田先生、ほか原子核についての最高権威の人お一人である有馬先生なども入ってらっしゃってですね、まあ、そういうさまざまな委員会がございます。まあ、さらにですね、プラントに関しては、火山灰が付着した場合どうなるかというふうなことも項目の中に入ってますが、まあ、火山というのはこれ当然富士山の火山のことが想定されていると思いますけれども、富士山の火山について最高権威の藤井先生もこの防災原子力安全確実会議の分科会の座長をお務めいただいておりますので、いわば日本が本来規制委員会が調べるべき時に頼むべき先生方が全部本県の防災原子力安全確実会議の構成委員になってるんですね。したがってですね、そういう先生方にしっかりと見ていただくというそういう機会を設けたいと思っておりまして、我々としては原子力規制委員会と中部電力とのやり取りを見ながらも、一方で中部電力と、私どもとの間でですね、まあ、同様のことについて検証するという段取りになるかと思います。もう一つの安倍教育長が学校を指導するには学校現場を知る教員が必要だと答弁されました。その通りです。学校を知るには学校の現場を知る教員が必要なので、じゃあそれをどこで指導するかということです。学校の現場で指導されれば一番いいわけでしょ。学校の現場って言ったって小学校だけでも500ぐらいありますし、まあ、そうたくさんあります、まあ、ですからその学校の現場を知って、そしてそこで適切な指導主事としてのご指導をされるのが一番効果的です。まあ、ですから指導主事同士がですね、いわゆる指導法について勉強されるのも一つの方法ですけども、彼が言うように、教育長が言われるようにですね、学校現場を知る教員が指導主事として学校における先生を指導するのがいいと言われているわけですので、その通りしてくださいということなんですね。でしたがちょっとやり方の問題ですけれども、今ですね、まあ、4年間かけて100人とかと言われてるわけですが、教員であるにもかかわらず、まあ、教員の定員の中に入っているにもかかわらず、155名の方々がですね、教員であるにもかかわらず事務をされているんです。学校現場における教員の定員の中に勘定されているんですが、155名だと思いましたけども、平成25年度の段階でされていると。その人たちは定員なんですから、学校の現場に戻らんといかんですよね。それだけでも155人です。まあ、ともあれですね、この、に関しましては教育委員会のご判断で決定されるということになると思いますが、そこでもまた、4年間で100名とかという悠長なこと言ってられましたけれども、上乗せすると、上積みさせるというふうにおっしゃってましたので、どれぐらいなさるのか、非常に楽しみです。まあ、来年平成26年度かけてですね、1年間で学校の先生が学校の先生を現場で指導するのが一番、まあ、指導主事がですね、学校の現場で指導するのがいいとおっしゃってるんですから、現場をよく知る人がやればいいとおっしゃってるんですから、その通りなさるように、強く求めるということは私としては思っておりますけれども、教育委員会の本気度が試されると思っています。では、すみません、今の件ですけれども、はい、まあ、そうしますと、知事のご意向としてはあくまでも、まあ、お帰りになってないということだと思いますけれども、まあ、それについて改めてもう言うというのは、あとはもう教育委員会がまあどういうふうに対応するかと、まあ、そこを見ていかれるというようなことでよろしいんでしょうか、ね。そうですね、もう言うべきことは全て言ってありますし、もう現実はもともかく、厳しいですよ。もう学校の成績は落ちてるし、先生の不祥事は続いてるし、先生のやる気がどうかという、
まさにその何て言いましたかね、この、意識改革をしなくちゃいけないとまで教育委員会トップが言われてるわけでしょ、まあ、ですからその意識改革を、できてなかったということですからね、そうしたことが、例年毎年のように順位を落としていくという結果になっているということで、もうここで回復しなければどうするのかと、まあ、しかし、相当にメッセージは県全体のメッセージとして教育委員会の関係者の方に伝わっているという印象がございます。では、幹事長以外のご質問をお願いします。すみません、NHK の太田と申します。浜岡の、原発についてなんですけども、あの規制委員会の、審査の関係、今お話がありましたが、今ですね、静岡の学術会議の結果も見ていきたいと指示をおっしゃいましたが、規制委員会の方の、まあ、安全審査が仮に終わった場合でも、それのみの結果では、あの知事としては、まだその再稼働に同意できないというお考えなんでしょうか。規制委員会は、その津波地盤プラントに関わる、項目について、しっかりと答えなさいということですね。でこれはそれだけのことでしかありません。再稼働ということになりますれば、まあ、これは燃料体を漏らすということでありますから、燃料体を漏らすのをどうするんですかというようなことは規制委員会は言ってないですよ。それから、燃料プールの容量はどれぐらいありますかと、で今燃料体がどれぐらいあって、まあ、実際上は9000体ぐらいあるわけですけれども、で残りどれぐらいあるかというと、まあ、1万体ちょっとぐらいしか容量がありませんからね、まあ、ですから今3号機に760体余りあると思いますけれども、今度それを燃やしたら今度も13ヶ月後に燃料棒の入れ替えをしなくちゃいけませんね。いわゆる定期点検というのがありますけど、持っていけば1回ぐらいあるかもしれないけど、あとどうしますかというようなことは規制委員会と関係ないでしょう、ね、まあ、ですからまあ、それ一時をとってもそうですけれども、再稼働ということと今回のこととは別個ということですね。今回は安全に関わる、規制委員会の、諮問事項に対して、中部電力がどう答えたか、その答え方のデータがを含めて、妥当かどうかということの調査ですから、でそれは安全審査ですのでね、我々にとっても極めて重大な関心事であるということで、再稼働とはそれを即結びつける必要はないというのが私の考えです。ありがとうございます。あと関連してというところなんですけども、原発の避難計画なんですけども、市町の方で策定をしていますが、なかなか進まない現状もある中で、その現状について知事としてどう見ていらっしゃるのかというところと、県としてその避難計画についてですね、どのようにその作成の支援をしていきたいと思っていらっしゃるかというところを伺いますか。周りの、奈良市二町でしたっけ、五市二町ですねが、いわゆる30キロ圏ということで、従来の4市に加えて、自分たちもまた中部電力との関わりで協定も結びたいということを言われているわけですね。でそれは、やはりこうもしものことがあったときには避難するときにどうしたらいいかということと、まあ、関わっていると思います。まずはですね、この五市二町の組長の先生方、ようやく、ともかく協定を結ぶことが大事だと、そういうに県も入ってくださいというところまで来られたんですね。で協定の内容をどうしますかと、今までに結んでいる4市県とそれと中部電力との協定と同じにするか、それとも違うものにするのか、まあ、そのあたりのところを、しっかりこう、まとめ上げていかれるということが、この5市2町に課されている今の仕事ではないかと思っています。で一方県としましてはですね、広域になりますので、もしも核事故が起こって放射能が飛散するというようなことがあったような場合、ひょっとすると県外に、避難しなくちゃいけないということがあるかもしれないということですね。したがってそれは山梨県だとか長野県だとか、まあ、いわゆる内陸側、なぜ内陸側というかというとスピーディーで、
放射能の飛散する方向がですね、年間を通してほぼ、この海沿いに沿っていくということがもうすでに公表して NHK でも放送されて、それを見た人たちは知ってるはずですね。我々 のデータも公表してますから、まあ、したがってですね、内陸側に逃げるというのが安全なんですが、一方その、現場の事故処理を当たる、その、 拠点をオフサイトセンターと言いますけれども、まあ、現在それが御前崎市役所の、隣にですねあります。でそれは浜岡原発から 2.3 キロのところにあるわけです。そうするともう5キロ圏内はもう事故が起こるとすぐにエバキュエートしなくちゃいけない、出なくちゃいけないですね。したがってオフサイトセンターとしての機能が果たせません。ですからもう我々は今予算を計上いたしまして、この場所をもうすでに、20キロ離れて内陸側に20キロ入ったその飛行場の隣接地に、もう今設計図を書いて、オフサイトセンターの建設を始めるということで、できる限りあるいはできることからやっているというそういう今段階であります。ありがとうございます。どうぞ。お父さん、産経新聞の大坪と申します。あ、すみません、ちょっと話が戻るんですが、学校給食会に対する、対して勧告するように今日出たなんてましたけども、その勧告の時期とかの目処についての知事のお考えはありますでしょうか。いつまでに勧告するとかいう、まあ、調査をすることが、現状を分析することは大事ですね。まだその今年度中にとかそういうそこまで具体的なことはまだわからない、まあ、今日出たばかりですから ね。でしかも組織体制がなっていなかった、存在意義が取られているということですから、根本的に歴史的な経緯も含めてですね、洗い直さないといけないというふうに思っています。まあ、実態を知るに今日は明日というわけにいきませんので、これはしかし教育委員会の所管だということなのでですね、まあ、とりあえず教育委員会の方できっちりとその工程表といいますか、その調査のための仕事をしていただくのが筋なんですね。まあ、なるべく徹底的にやってくださいというふうに申し上げるつもりです。ありがとうございます。読売新聞の藤原岡です。お願いします。本日午前にですね、リニア中央新幹線の答申がございまして、まあ、和田会長とのそのお話の中で、知事が南アルプスの生態系をまあ本格的に調べたいということにちょっと触れたように思うんですが、これはもうまさにそのこのリニアの建設を受けてですね、本当に、まあ、どれぐらい希少動植物がいるのかというのを県として調べるというようなお考えでよろしいんでしょうか。そうです。私はもうこのリニアとの関わりを別にして本県の実態調査というものをしっかりしなくちゃいけないと。もちろん静岡県統計っていうのがあるわけですが、まあ、それは GDP がどれぐらいかとか人口がどれぐらいかと、そういうのがありますね。で一方その自然に関わるそのデータというのは案外希薄なんです。絶滅危惧種がどれくらいいるかというのはおそらく国からのご指示があって、まとめたものがあります。まあ、しかし、そもそもどれだけ違うものを商品として農作物作ってますか、それすら部長ですら知らなかったんですから。3年前はお花の数も知らなかったんです。ましてや使いもしないお花の数なんてのは本当にそういうことにご関心のある学者以外ですね、関心なかったと思う。で学者もお花について知ってる人は動物について知らないかもしれないということがございますでしょう。ですからこういうこの、このファウナフローラって言いますね、この、要するに動物や植物、これ全体についてですね知っていくことがとても大切ですよ。もう鹿とかイノシシとか猿とか、まあ、こうしたものについては害獣として、まあ、最近騒がれてますけれども、まあ、そもそも静岡県に
生息している生物種について正確なあれを持ってないのが具合ある。でこれはやはりあの県庁だけではできないと思うので、まあ、大学と連携してやらなくちゃいかんと思います。でそしてまあそういう観点からですね、あの話をあのした経緯もあるんですが、まあ、しっかりとしたそういうあのチームを立ち上げましたかね。まだ立ち上げてはいないか、まあ、南アスだとあの、まあ、和田先生なりあのあるいは増田先生というですね、まあ、そういうあのエキスパートがまあいらっしゃいますので、まあ、そうした方々とご協力を得てですね、まあ、しっかりとあの、まあ、伊豆半島から、まあ、さしあたって南アルプスが大事かと思いますけれども、あの具体的な調査をしないで政策すら立てられないと、まあ、思ってずっと思っていました。すみません、あの、もてあの、すみません、今日の和田会長はですね、まあ、山田副会長は、希少動植物というよりは、むしろその普通種とか、そういったいわゆる会にいる動物たち、動植物なんかも、よくわかんないと。それで、それが絶滅しちゃうんじゃないかっていうような、ご意見になったと思うんですけれども、そういうのも含めてやっぱり調査っていうのは、そうなんです。ということです。今まで希少植物とか希少動物については、いわゆる生物多様性条約とかですね、まあ、いうものとの関わりで、この全世界的なあの規定に基づいて各国がレッドデータブックスと言いましたかね、まあ、そういうものを作ってるわけです。でこの一環で本家も、10年ほど前に作ったんじゃないかと思います。で私それ見ました。でそうすると、ちょっと今うろ覚えですけれども、静岡県には植物が4000種って言ったかな、まあ、数千種ありますと書いてあって、でそのデータはって言うとそこにはないわけですね。だから大まかな形で、もうちょうどあの羽物の松が5万4千本だっけ、いてるのもんですね。要するに調べてないということです。まあ、そうした状況が分かってですね、これはいかんというふうに思っていたんですが、なかなか、きっかけがなかったんですが、まあ、今回、このような生態系が本当にやられかねないと。でしかも生態系どころか生活もやられかねないということになって、ようやくですね、本格的に人々の目が我々を育てているこの自然に向いたと。向いた時にはこれは学術的にしっかりと調べる必要があるということです。いいスタートになるんじゃないかと思ってます。どうぞ。朝日テレビの小玉です。よろしくお願いします。県教育事務局の話なんですけれども、まあ、現場に教員を戻すのは先ほど知事あとやり方の問題というふうにおっしゃっていて、そのやり方なんですけども、まあ、今のお話とちょっと知事が何らかのお考えというかやり方についてお持ちなのかなというふうに感じたんですけど、どういった可能性やり方としてはあるというふうに思われてますでしょうか。基本はですね、子どもたちがなるべくいい先生に、また多くのいい先生に接するということに尽きるんですね。ですから先生の免許を持っている人は学校の現場で子どもたちの学力やあるいはさまざまな能力を上げるために、ご指導くださいというふうに尽きます。でそういう先生方が、学校の先生の定員であるにもかかわらず、ここに今せっかくの数字がありました。当て指導主事として155人もですね、現場から切り離されて事務をされているっていうことがあるんですね。だからその事務はやろうと思えば他の人でもできるはずです。まあ、ですから、まあ、いわばそうですね、まあ、あと大学行かれましたっけ。そうするとね、大学の事務っていうのはやってますでしょ。でその人は大学の先生やってないですよね。ただ学部長とか教務主任とかそういう人たちは一緒に事務やりますけど、だからその必要ですよ、学校現場知ってる人が。だけどですね、戻るわけです。必ず学長ですら任期があって、もしその人が定年前だとまた戻って教えますね。ですからそういうことが高校やなんかでされていないと。一旦指導主事になったらあとは管理職として子どもとは接しないと、もっぱらマニュアルを作ったりですね、いわゆる指導法の研究をするということを通して子どもの
教室の現場から離れているという現実があります。でそれが当たり前だと思われている。教員の免許を持っている人は学校の現場に戻ってくださいということですね。あとはなんとか事務の方は滞りないように引き受けますと。ただしですね、毎年毎年試験で入ってくると、でまた、試験問題を作らないといけないというのがありますね。でその試験問題もですね、もちろんあの高校の試験問題、難しいと思いますけれども、大学の試験問題はもっと難しいですよ。私はもうずっと大学の入試問題を、今はもう時効ですけれども、担当してました。ですから、それもですね、一年ずっとその試験問題を考えるために、どっかに閉じこもってやってるんじゃありませんで、夏休みとかあるいは土日とか冬休みとか、それぞれあるいは夜とかですね、皆さんが集まって、点検してやるんですよ。ですからもうそんなあの大げさにですね、試験問題作らなくちゃいけませんので、その仕事があるので学校には戻れませんなどと言っているのは誠におかしいというふうに思っています。そうしますと、まあ、人事ローテーションの中でずっと事務局にいるわけではなくて、あのまた戻って、またその事務局にもあのまた帰ってくるとか、例えばそのつまり 教員出身者ゼロっていうことを全くゼロにするっていうお考えとはちょっと違うということなんですか。そうです。教員たるものは現場に戻るだけ、戻るっていうシステムを持ってないといけないと。もうこれはですね、まあ、歴代の教育長そうだと思いますけれども、現在のもそうですが、もう10年も教えてないんですよ。これはおかしい、と思ってます。ですからそういう意味でね、いつでも戻れるということが大事で、そういう運動が現場に戻ろうじゃないかという運動をですね、その教育委員会事務局の272人の方々、これは教育長も含めた人数ですけれども、起こすということは誰にとってよろしいか。子どもにとっていいんです。子どものためにどうしたらいいかということを考えてるんですね。でそれは実は子どもが良くなると誰が喜ぶかというとですね、先生ご自身の誇りになるんですね。ですから結果的には先生のためになってるんです。先生は生徒があって先生なのですから、まあ、そういうシステムをしっかり作ってくださいと。戻せません、私はもう校長です、課長ですなどと言われ腐ってるようなですね、方は先生とは言えないと。かつて先生と言われた、もうあの、もう引き取り願いたいと。ましてや学校給食会に甘く立ってるなんてもうとんでもない話だと思ってます。あっちすいません、ちょっと、はい、確認なんですけど、はい、まあ、今よく分かったんですけど、はい、その僕の理解だと、私の理解だと、その事務局から全員教員出資者は出してあのゼロにしてしまうっていうふうな理解だったんですけど、それとはちょっと違うっていうことでございますね。そうですね、まあ、それはあの、いろんなバリエーションがあると思いますが、何か一旦管理職になれば管理職であり続けるということはおかしいということで、学校の現場に戻れないような教員であってはいかんと、いうことです。でそしてそれは全員そういうことはこの、するという強いですね、意思表示を形で示すと、いう時期に来ていますと。でしかも現場はその現場を監督指導されている教育委員会ではあるわけですけども、現場は足りないって言ってもう悲鳴を上げてるんですから、なぜ助けてあげないんですかということですね。我々は教育免許を取ってないから教えて いかないんですよ、教えるだけ。だから先生のまず一番大きな仕事をしてくださいと。ありがとうございます、はい、中村さんかな。すみません、ちょっと念のためもう一度確認なんですけど、今の件で、あの以前知事は272人 全員あの新年度に戻すんですって、あの確か県予算の時おっしゃったと思うんですけど、その方針は変えられたっていうことなんですか。いや変わりませんよ、新年度、すなわち来年中にですね。で272人戻すことには変わりない。変わりません、それはもうそういうふうにしないといけないと。ただしこれは私の方針というよりも私の考えです。一貫してそれを、教育委員会に伝えておりますし、教育長にも伝える。教育長のニュアンスと教育次長のニュアンスが違ったりします、まあ、ですからあの、そのあたりですね、今中でも揉めてるんじゃないですか。指示としてはお変わりないということですね。私は一度だって言われたことはありません、この件については。
先ほどの小玉さんとの話の関連なんですけども、その272人戻してまた学校現場から教育委員会の方に先生をなんていうんですか、循環させるシステムを作るって意味で、今いるのを戻してまた先生を事務にやるみたいな話なんですか。まあ事務はですね、なんか場所が変わるというのは言われますけれども、廊下ででもできますよ、はっきり言いまして、机さえあれば極端な話、雨露さえ、しのがれればですね、できるんです。勉強する人はどんな状況でもしますよ、ですから学校の先生同士で助け合ってですね、その今は試験問題でこの先生は作ってるとか、あるいはその先生のためのマニュアルを作ってる、それはその現場であればいい、だから結局現場なんです、まあ、ただ仕事はそれぞれ分担があるでしょう、まあ、ですからしかし現場にいればですね、常に助け合うことができますので、そういう意味で文部科学省と大学とが別々にあるのと一緒ですね。文部科学省は霞が関にあります。大学はそれぞれの現場にいて、そこでは大学の先生が教えてるわけです。でそしてそこで事務をしている方たちは、これは文部科学省から派遣されてますけれども、全部事務しかありません。学校で教えないですよ。なぜ大学でやってるのを高校や中学でできないんですか。ですから我々はですね、まあ学校の先生を大事にするには学校の先生方も勉強しないといけませんね。今これほどの不祥事が起こっているのは先生方のレベルが下がっているってことと、おそらく関係していると思いますね。ですから先生方もですね、まあ、ほとんど大学を出てらっしゃると存じますけれども、まあ、教員免許を後から工夫して取った人もいらっしゃるかもしれませんけども、あれですね、さらにその修士号とか博士号を取るというぐらいのことをしないと、今はもう親御さんもみんな大学を出る人が多くて、まあ、いわゆるモンスターペアレンツみたいな人たちになりかねない。若い青年の先生よりもご父兄の方が学歴が高かったりします。そうするとどうしてもですね、経験やあるいは その学識で、言い負かされると、まあ、そういう現場を見てきました私は、まあ、ですから先生方ももっと自己啓発をして自分の関心のある領域、こうしたものを伸ばすという余裕を差し上げなくちゃいけませんが、やっぱりそれは現場にないとできません。お互い助け合って、そして今自分は今度勉強したので2年間ぐらい、なんて言いますかね、国際的な感覚を身につけるために、なんて言うんですか、青年科学協力隊に行きたいと、行ってらっしゃいと、あとは留守は自分がやるからとかね、まあ、そういうこともできるでしょ。まあこれからもう教育はですね、このグローバル化っていうのがもう課題でありまして、今ここはもう鎖国です。閉じられた閉鎖空間の中で、だん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 と縮小再生産になって、そして学力も落ちてると、4年落ちててですね、同じことを毎年言ってるんですよ。言ってること自体はどこでも間違ってません、ね、結果が出てない。だからこれは厳しいコメントを出さざるを得ないわけです。知事のお考えとしては、事務局には先生は必要ないっていう考え、基本的にはそうですね。事務は事務がすればよろしい、行政事務は、教育行政の事務はその能力のある人がいますから、もちろん教員になって自分が教育者に向いてないってことがあるかと思いますよ。でその人は、まあ、そういう形で事務に移った方が子どものためになりますよね。そういうことはあります。ですけども原則は先生は教員免許を持っているのですから、その教員免許を生かして教育をしてくださいと。で教育行政は教育行政のプロがすればよろしいと。先ほどの小玉さんの話に戻ってしまうんですけども、その最初の手始めとしてやっぱり循環するシステムを作らなきゃいけないという意味で、先ほどそのようにおっしゃった。循環するシステムというのはあたかもですね大学の学部長みたいにこう今雑にやらされているということで、まあ、循環ですね。これは
2年間だけやらなくちゃいけない、場合によっては不幸にして任期があるという4年もやらされるということがあります。まあ、しかしながらそれ雑用なわけです。で、本来の仕事は研究と教育ですよね。で、そうしたものをするということで、まあ、順繰りではあります。そういう意味では循環に見えるかもしれませんが、大切なことは先生は学校の教室の現場で子どもに指導すると、これだと。で、しかしいい教育をするためにはやはり研究しなくちゃいけません。教育法は今でもありませんけども、自分の得意とするといいますか、特に中学や高校になりますればそれなりの専門のことを教えていますので、今学会がどうなっているのか、世界におけるあの学問の最先端がどうなっているのかといったようなことについてやっていくと、これは知的にはですね、非常に無限なもので、子どもには子どものそうしたところにやがて一個がいるわけですから、先生ご自身がそうしたものにですね関心を持ってなければ、子どもに対して知的な喚起を促すことはなかなかに難しいと思いますよ。ボンクラの先生はね、学生もよく知ってます、ね、だから本当にいい先生っていうのはやっぱりその立派な先生なんですよ、ね、でその立派な先生がかといって立派な監督とは限らないんですね。長島見たら分かるでしょうまあそれはちょっと選手としての長島に対する、熱烈な思いを持ったからこう申し上げる、まあ、しかし王選手のようにですね、名選手でありかつ名監督の方もいますが、必ずしも、そういうのがうまくいくとは限らないわけで、いい先生であった、だからこの方はその教育の監督のトップだとか、そういう課長になって威張ってるというようなことになってるのはおかしいですよね。やっぱり原点に常に戻るという姿勢を持ってなければ教師としては失格です。あ、すいません、静岡新聞の大橋と申します。先ほどのその指導主事の関係でなんですけれども、ちょっと確認なんですが、当て指導主事の話が155人ということでありましたけれども、知事としてはこの当て指導主事を優先的にまず学校現場に戻すべきだという、そういうお考えということですか。これは事例として言いました。平成29年まで徐々に100人を戻していくという話があったわけですが、そもそも学校の先生で定員として数えられながら事務してるっていうのはおかしいじゃありませんか。その数が155人も上ってますよと。この人たちは学校にいることになってるんです、にもかかわらず事務してるんですよ。はっきり言うとこれ嘘ですね。そういうことはしてはいかん。だからここにすら人数が155人いるんですから、あの上積みって先ほどあの申し上げましたけども、で事務局の方も、この学校現場に戻すについて当初おっしゃってたことに加えてですね、どのぐらい上積みしていくかこれから考えるとおっしゃってるので、それは本当に考えてくださいと。そこの本気がどれくらいかというのを見ていただきます、見させていただきますけど、まずはですね、教師たるもの1年もあるんですから、もう現場に戻りなさいと。戻らないならもうやめていただきたいぐらいです。それから、それとはちょっと別の話で、その指導主事の、まあ、業務をする場所についてはこれは学校現場がふさわしいという、そういうことなんですか。どこでもできるってことですよ。だけど一番いい場所は、これは教育長が言われ、さっき栗原さんが読まれました、なんて言いましたっけ。学校現場を知る指導主事でしょ、学校現場だってたくさんありますからね。だからその学校現場で学校現場を知りながら指導するのが一番いいということになります。それはその学校に席を置きながら指導するのが望ましいということですか。それはそうでしょう。その先生がその授業しているのを見て教えてあげるのが一番よく分かりやすいですよね。もう理の当然です。ありがとうございます。あの毎日新聞の樋口です。それでちょっと一連の流れから出してしまうんですけど、あの三保の松原のことなんですけれども、あの松の保全について、静岡市は民有地も含めてですね、まあ、これまで、主としてこうになってきたわけですけれども、先日あの5万4千本と言われていたのが、まあ、3万本ちょっとだという市民の調査があって、でただまあその数字自体は交渉とは採用しないと
なぜならば、まあ、市としてカウントしていないからだと。で、市としてカウントできないのは、まあ、お金がないからだというようなお話が、まあ、市長、市の方から聞こえてくるんですけれども、県として積極的に関わっていくというお話もありますが、県の中で例えば町内会議とかですね、有識者会議とか、もしくは白砂青少保全技術会議で、まあ、松の保全についても話し合うとかですね、何かこう具体的に県の関わり方としてお考えのことってございますか。5万4000本が3万699本だったと、1万本は松枯れの対策の結果だと、松枯れ防ぐ対策の結果なのか、松枯れをさせる対策の結果だったのかと、もう聞き間違うぐらいですね。1万本ぐらいは松枯れでやられたんでしょうと言ってられたわけでしょう。もうですね、ボーイスカートの青年たち、この少女たちが一生懸命数えたと、ね、それに対してお金がないって今一番問題になっているところです。で、そこに来た人たちが、ま、日本の松原がどれぐらいすごいかということで、いろいろな情報を提示するものを建てられたでしょ。博物館も作るというでしょ。日本の松原それ自体を放っておいて、それに付随するものを作るということでお金を作って使っている。お金がないなどというのは、それはあなたが伝言なのでどなたが言われたか知りませんけども、まあ、それはもうとんでもない話ですよ。日本の松原は公正資産から外れる可能性がなきにしもあらずです。ですから、そこを保全するということを約束した。で、そして次元が限られている。で、その中で何をするかと、波消しブロックについては私どもがやりました。で、松枯れについてやっぱり白砂青少委員会ですから、関連する人たちがですね、いろいろな意見を言われて、で、そしてその過程で実はいろいろ提言しても聞いてくださらないということが分かったということでですね、で、いわゆるこの、木に注射するというやつですね、まあ、これは木も弱めるし、まあ、これが破裂して子供が事故に遭った場合もあったということでですね、で、他の方法もあると。で、それを取ろうとされなかったでしょう、ね。まあ、そうしたことがあったので、今度はですね、我々は松の方でやりましょうということで、まあ、そういうことで、これは別に県とか市じゃなくて、本当は担当者がやることが筋なんですよ。だけどもう担当が違うから、 This is not my business って言っちゃう、もうそれでそれはもうおしまいです。そんなこと言っちゃう、みんなのためにやらなくちゃいかんということで、やらないなら誰かがやらなくちゃいけないと。で、それでボーイスカートですか、そういう少年少女がやってくださったと。見事な、これは私はボーイスカートのボランティアの精神ですよ。で、そして市に届けたんでしょ。で、市はそれを使おうって言うんでしょ。ありがとうということで、本当に自分たちがやるべきところをやってくださったということで、じゃないですけど、一分も調べたんですから、ちゃんと印をつけて、まあ、そういうことに対して、お金がなかったから、お金がないからやらないとかっていうのは、もうそれは一体もう何のために我々は税金払ってるんだというふうに、そういう声が聞こえてきても仕方がないんじゃないかと。しかし、これは君がそう言ったから僕は今そう言ってるわけでね、本当に市の方から僕自身が聞いたわけじゃないので、検討批判かもしれません。県としての関わり方はどういった関わり方を考えていらっしゃいますか。まずですね、今いろいろな松枯れに対するこれを防ぐ方法というのが提案されています。まずこういう実態を知って、で、そして実験をして、で、実証結果を積んでですね、有効な松枯れ対策をしていく必要があると。だから一旦今まで市がなさってこられたことをご予算にして、で、それの、まあ、功罪をしっかり見極めた上 で少なくとも、まあ、あれは大雑把ですからっていう、5万4000部の調査がですよ、大雑把ですから、というふうなことでは済まされませんよね。やっぱり我々それ使ってきたわけですよ、その数字を。ですから、もしそれがほぼ、いわゆるサンプル調査で人口、あるいはいろいろあるじゃないですか、そういう統計の手法っていうのがあります。ですから完全に当てずっぽうだというふうにも言い切れないところがありまして、ただ2万数千本もですね、誤差が生じるというのは、これはもう大変に深刻な事態ですよ。で、それが松枯れによってなったということであれば、これまでの松枯れ対策は完全に失敗したという総括ですね。
でにもかかわらず今のところは今まで通りやるというふうに市はおっしゃってるから、それはちょっと待ってくださいと、我々としては有識者を入れてさまざまな松枯れ対策のこれまでの知見を、その美保の松原に生かすということでですね、中には美保の松原の保全のあり方こそ日本の松枯れ対策に対するボトルになるはずだという大変高い志を持っていらっしゃる人もいらっしゃるのでね、文字通りこの白砂青松のしかも富士山というものを借景といいますか、それを一体的な地域でございますんで、もうここに対してはですね、まあ、英知を集めなくちゃいけないと、ただに行政区の静岡市の、問題にとどまらないと、我々はまあいわば世界的な責任を負っているということです今は、はい、そうするとすみません、特にその会議体とか組織体を作るということではなくて、今までの枠組みの中で、まあ、積極的にやっていくという、そういう理解でよろしいですか。いえ、我々は今ね、近藤前長官からいただきますね。でこれは L 字型の、この用品方法ですね。でこれは松についてはおそらく調査された感じがないので、今度はですね、まあ、それに類したものを同じ回になるのか、この間のやつは、まあ、白砂青松のうち白砂をどうに作っていくかという、で今度は青松をどのようにですね作っていくかということになるので、人生も変えなくちゃいけないんじゃないかと私は思っておりますが、似たような形で、その青松を取り戻すためのそういう委員会を作ろうと、そういう段取りです。ありがとうございます。他にございますでしょうか。じゃあ、以上、ありがとうございました。